島で育った中学生の信行にはミカが全てだった。ミカちゃんもついてきた。やめて、嘘やめて。だからミカを助けるために男を殺した。津波だ。しかし罪は消し去られた。助く。ユキニ、あんたがしたことを俺は知ってる。あんたがどういう人間かよーく知ってる。何が目的なんだ。金だよ。奥さんと俺浮気してんの。バラされたらまずいんじゃないの。島での悲劇はまだ終わっていなかった。暴力に暴力で返したものはもう人間の世界にはいられないのかもしれない。どうしてどうすればいいとかどうしようって俺に聞くんだ。10年ぶりだな、タスク。親父、お前の親父殺してやるよ。ユキニ、女を脅して抱くのは楽しいですか。違う。君はあの夜笑っていなかったか。暴力で傷ついたら暴力で返すしかないんだよ。